里崎チャンネル。そこ、はい、ということで里崎チャンネルピックアップニュースのお時間でございます。ね、速報が、ありましたけど、今日はね、3つの速報について解説したいと思います。まあね、トピックスで言うと、一つね、これ日刊スポーツが、報じてますけども、沢村3シーズン無理復帰と、日米複数球団による争奪戦の末、古巣、ロッテの熱意が勝つということでね、ロッテに復帰。そして、二つ目、千賀がね、WBC、時代っていうね、アメリカね、渡ってから準決勝からっていうところはね、なんか話にも出てましたけども、まあ正式に時代。で、三つ目が、観客動員とかね、鳴り物、そういったところがね、解禁されたっていうね、トピックスがありますけども、まあ、この中でね、まあ、3、2、1でいけば、3位、鳴り物、声出し応援、再開っていうね、ところで、その NPB から報道がありましたけど、まあ、これはね、まあまあ、いろんなライブとか、芸能活動ね、コンサートなんかもそうですけども、まあ、声出しね、もうなってますし、観客動員数はね、もう日本シリーズでも満員に、してますからね、そういったところでは、まあ、解禁していく。で、まあ、5月にね、なんか5類移行に向けて検討みたいなね、政府発表ありましたから、まあ、これは必然的かなっていうね、声出し応援も含めてね。でも一つね、気になるのがジェット風船も解禁に向けて競技中で解禁に向けて進めてますみたいな報道を見たんですけど、ジェット風船はまだダメだよねって俺は個人的に思う。なんかね、空気入れで入れるんだったら俺はいいと思う。全員が吹くんじゃなくて、売り子さんがもう買った時点でキューって空気入れてくれから渡すとか、もしくはもう空気入れもついてて、その空気入れで入れないと、口で膨らますのは禁止ですよと、空気入れでちゃんと入れてくださいって言って売り出されるんだったらいいと思うけども、まあそのね、コロナの影響がどこまであるのか俺は分かんないけども、まだね、さすがに唾も含んだふーって入れてそれが飛んで頭の上落ちてくんだよね。まだそれが嫌だなって思う人は多分一定数いると思うんだよね。でそうなった時にそのプルーチューシャクシャクシャーって飛んでくる、どうなんだろうね。そこはまあ専門家も含めて協議して、専門家も含めて OK なんだったらまあいいと思うけども、それがね、多少なりとも何かの影響があるんだったら、まあ声出しとかね、入場者数とかはいいかもしれないけど、ジェット風船とかどうだ、皆さんどうですか、そこら辺ね。それでもいいよっていう人はいいかもわかんないしね、ちょっと気になりましたね。でも空気入れてシューって入れたら問題ないんじゃないのかと思いますけど、今後のね、動向を注目したいですね。で2位ね、千賀投手ね、正式に断念っていうね、ところの、ニュースが、ありましたけども、これはね、仕方ないっていうね、ところもあるし、うん、これどうなんだろうね。日本人的な、もう文化の違いかもわかんないけども、日本人的な考えで言うと、同じ釜の飯を食ってみたいなところがあるけども、このね、準決勝、決勝からアメリカラウンドから参加して、しかもまだね、野手だったらまだいいけども、ピッチャーで万が一先発して打たれて大炎上して負けた日には、何やってんだ問題に絶対なると思うんだよね。行く方も投げる方もプレッシャーめちゃくちゃ高いと思うのよ。そのね、チームメイトが頑張って勝ち上がってきた中でね、途中から参加して一瞬でその試合をもう終わらせるみたいなね、ビッグイベントを終わらせるって、いや投げる方も尋常なメンタリティじゃないし、そのリスク高いし、頼むね、お前しかいないって言う方は簡単だけども、行く方は相当なリスクをね、背負って投げなきゃいけないっていうことを考えたら、まあなかなか難しいよね、判断的には。これはもう、まあもちろんね、メジャー1年目っていうところもあるし、そういったところでいろんな環境を整えたいっていうね、信頼関係も築きたいっていうところもあるだろうし、万が一っていうね、ところを考えると、まあなかなかちょっと日本人文化的には難しい判断だったんじゃないのかなと思いますね。まあしかも千賀投手ね、まだ29歳なんで、次のね、まあ次行われるのがもし仮に27年だったとしたら4年後、33歳。まだ全然ね、次の大会でも、全盛期でバンバンでいけると思うんでね。まあこれはちょっと仕方ないかなっていうね。環境の問題、今年1年目っていうところの問題、プラスアルファ、やっぱりそのね、いきなり行ってっていうところはね、難しい判断だったと思いますけど、まあこれはね、仕方ない。でも他のね、メンバーたちも素晴らしい選手たちいるんでね、さすがメジャーのね、メンバー発表の時言ってましたけども、ああいう風なローテーションできればね、完璧なんじゃないのかなと思います。そして今日のね、メインピックアップニュースね、沢村選手ね、日本に向けて復帰っていうところでは、まあこれはもうね、時期的にももうここがギリギリのラインだったと思うんだよね。まあもちろんね、アメリカでいい契約を結べてれば、アメリカでね、継続してやっていくっていうところが一番良かったし、それがね、基本線の交渉の仕方だったと思うけども、多分そのメジャー契約っていうところが、もしくは自分の望む契約っていうところが、まあうまくまとまらなかったんだろうね。で、そうなってくると、もうね、来週
からプロ野球もね、日本のプロ野球もキャンプインっていうところではやっぱりそこがねデッドラインだったのかなと。でここでね、まあいい契約がまとめきれなかった、取れなかったっていうところで、まあそんで年齢もね34歳だから、まあ今年35歳なのかなって考えると、もうねそんな悠長にメジャーでもう一回下積みからしてっていうほどの時間も限られるしね、残りプロ野球人生って考えるとね。でそう考えたら、まあこの日本復帰っていう判断はね、あの正解だったんじゃないのかなと。まあその中でね、フルスロットにね、戻ってくるっていうところで、まあメジャーに移籍するときにね、あのもし日本に帰ってくるんだったらロッテっていう風にね言ってて、これはリップサービスなのかどうなのか、またそんなのメジャーに行って帰ってきたらあのお金で行くんじゃないのかと思いきや、本当にね良心的な気持ちでロッテにね帰ってくるっていう、まあ環境面も含めてね、やっぱロッテで戦った2年間が良かったんでしょうね、本人にとっても。そういった面ではね、いきなりのビッグニュースだったから、どこと交渉とかいろんなことなかったけども、まあ裏でねあのやってたと思いますけど、そこでねロッテに復帰帰ってくるっていうのは大きい。しかも昨日のね動画でもう世の中の人に、まあ里崎知ってただろうって言われてもね、おかしくないような出すタイミングの妙っていうね、12球団ねサバイバル選手は誰だっていう動画を12球団分出すんですけども、あの昨日からねスタートしたんだよね、里崎チャンネルで一発目がねロッテっていうところでね、でロッテのねあの動画が上がってから報道が出るまで、約8時間後、これ夜中の3時にねあのネット上では報道がね、出てたんで、8時間後にね日またいですぐにね沢村ロッテ復帰出るっていうね、で動画の中でロッテ、後ろの方程式、全部空いてますよ、ガバガバですよ、どうするんでしょうね、そこがポイントのサバイバルポジションって言って、沢村復帰っていうね、これ1日遅かったらお前何言ってんだよみたいなね、テロップであの沢村選手ロッテ移籍が決定しましたのでみたいなね、入れなきゃいけなかったところがもういい感じのねトレードになって、もうフラグ回収みたいなね、感じでネットでもつぶやかれてましたけども、もう佐々木知ってたからわざわざこのタイミングで出しただろうみたいなね、もうタイミングで言えばもう完璧、もうほんとドンピシャで、もうヤマハってあの2005年プレーオフマハラから、リーグ優勝を決める逆転のツーベースを打ったインコースストレートをヤマハって打ってドンピシャだったみたいなね感じですけど、佐々木何も知りませんよ、たまたまです、スーパー偶然の一致です、何も知らない中行われましたけど、でもこれはね大きいね、この決断はロッテにとってはめちゃくちゃ大きいね。まあその新外国人選手がね来るって言っても、その外国人選手がねどうなるかって正直ね、うまくはまればいいけども、うまくはまらなかったらねどうなるかっていうところはね、でうまくはまらなかったらねちょっと後ろガバガバでやばいなっていうね状況だった中でね、だからロッテも昔いたよ、もう後ろにねあの来るのにアブレイユとかボミの木だけども、ほんとお前はどうやっておさりだよみたいなねあのところあったけどもね、だからその日本人の中でとりあえず形を作って外国人選手がハマったらラッキーみたいなね感じで、まあオスナがねソフトバンクに流出したっていうところではね、この沢村の復帰によってまあこのね一つのピースっていうところはね埋まったんじゃないのかなっていうね、だからまあだからって言って全部が埋まったわけじゃないからね、ここら辺どうなっていくんだろうっていうね。で沢村の成績から考えるとね、ボストン行ってから本当にね大谷のせいでね、せいでっていう言い方もおかしいけども、大谷の存在でね沢村めちゃくちゃ頑張ってて、いい結果めちゃくちゃ出してポストシーズンも出てんのに、日本でほぼ報道されないっていうね、されてもちょっとみたいなねところで、本当に大谷翔平に全部ニュースを持っていかれてね、日本では、ほぼよっぽど見たい聞きたい人しかなかなかその素晴らしい活躍っていうのは報道されてなかっただけで、本当にねボストンでもまあ去年もね49試合登板だから、約2年連続で、ね、55試合49だから2年連続50試合ね登板に、出場して投げてるっていうところでは、このタフネスマンっていうところはね健在、まだまだ元気だぜっていうね。で若干気になるのがやっぱりね、フォアボールの数が、まあ、日本に いた時の倍近く、まあ、1.6 倍ぐらい7倍ぐらいあるっていうところは若干ちょっとねここら辺の心配、まあでももともとジャイアンツの時からね制球はまれば、ロッテにいた時もねストライク先行できればもう鬼に金棒だし、ちょっとボール先行するとね若干ボロさはあるっていうところはあるけども、まあここら辺がねしっかり修正していければ球の力強さね、素晴らしいものもあるし、で若干気になるのはね、冒頭の数がねメジャー行ってから8個8個とね多いんだよね、イニングから考えるとねもう多いの、8個8個はね。ここで考えると沢村の球があまりにも冒頭なのか、もしくはキャッチャーが下手くそだったのかっていう問題あるけども、多分これはねもうキャッチャーが下手くそだったと思いたいっていうかね思う、俺は見てないから分かんない、でボストンのキャッチャーが誰かも知らない正直ね、だからどんな素晴らしいやつかも分かんないけども、これはもうキャッチャーに問題があると、もうね結論付けます。だからここら辺はね松川も頑張んなきゃいけないね、去年もやっぱり増田の時に結構後ろ
にそらすの多かって、それでね増田がピンチを迎えて失点したっていうパターンも結構多かったからね。だからそこら辺はそのリリーフ投手陣も含めて一定の投手だけの球を完璧に受けてるだけじゃダメだからね。まあここら辺はちょっとあのロッテのキャッチャー陣も頑張らなきゃいけないっていうところはあるけども、まあこの復帰はね大きい。しかもあのそんな落ち目になってくるわけじゃないからね、まだ元気、タフネスで球もいいで、スピリットも落ちる、元気、しかもロッテにフォーテーションいない、これ完璧。8回決定、9回は多分ないと思うんだよね。多分8回だね、8回決定でいければね素晴らしい。これはもうロッテにとってね、キャンプ前非常にいいビッグニュースだったと思うし、昨日ね動画出したやつまだ見てない人は見てもらいたいけどね、本当に投手陣後ろっていうのはね若干まだ苦しい。まあ毎年方程式がね毎年変わっていくっていうね、2年連続活躍するやつがほぼいないっていうねところで苦しいね方程式っていうところがねある中で、オスタも出ていって、で増田がね復帰、今年は去年の2の前にならないようにっていうところでね頑張ってくるだろうし、でそこで沢村が入って固まればね、で他にの小野とかね、あの西野だったりね、東条だったりね、そういったところがガチッとねリリーフでハマってくれればね、いい形のリリーフできれば投手陣はいいんでね、あと打つだけっていうところになりますけども、そちらをね昨日出した、ロッテ編ねサバイバルポジション出てますから、ぜひね皆さん見ていただきたいと思います。ということで佐々木ピックアップニュースをお送りしました。まずジェット風船問題ね、千賀の WBC 断念辞退っていうところでね、沢村ロッテ復帰っていうねピックアップニュースをお伝えしました。皆さん感想はどうですか、コメント欄でお待ちしてます。それでは今日も一日いい一日を。